ジュリコ澤田さんご登場です。イエーイ。あ、なんか宝塚の方ですか？宝塚の方ですか？ベルガ。あ、すいません、焦っちゃったわ。もう先はって怖いよ、怖いよ、怖いよ、なんか分かんなくなっちゃいますけどね、今日はね、女性大会ということでね、私来たんですけどね、オスカルじゃない、久しぶり。こんなところでどうしたの？え、ちょっと司会やってるんだけど、あれ、佐々木健介さんお元気ですか？佐々木健介さんお元気ですか？私北斗晶じゃねえから何言ってんすか、あんたしばけよ、私北斗晶じゃねえから。そうだね、うん、ちょっと暑いからこれ脱いでいい？いいですよ、はい、はい、あ、なんかニュージャパンプロレスリングみたいな感じで、え、なんで新日本プロレスの T シャツ私着てんのかしら。そうだよね、はい、いくよ、1、2、3、ダーン。だから私タカラジェンヌだって、レスラーじゃねえからってね、こんな乱暴な言葉になっちゃってすいませんけど、まあね、今日ねタカラジェンヌやるっつってね、今日来てないけど、うちの師匠のね、福和術師のあの曖昧っていうのがね、大丈夫？いや、いるんですけどね、私タカラジェンヌやるっつったらね、あの人ね、実は宝塚ファンだったのね。で、昨日練習見たらね、絶対ダメって言ったんですよ。でも私も前日でね、もう他にネタがないから、やらせてほしいって言ったら、まあうちのね、女社長がね、まあまあいいわ、勝手に仕上がれ。あ、もう聞き飽きちゃった、このギャグね。聞き飽きちゃったんですね、はい。今日はね、まあそういうことで女性大会ってことでね、はい、私緊張しちゃったらどうしましょう、次が出るわ、いろいろね曲ね、用意してるんですけどね、まずね宝塚ね、西の女王ですよね。それじゃあ東の女王は誰かっていうとね、やっぱりね宝塚に対応するのはね西のバレエ団ですよね。違う、全然ジャンルが違うね、西のバレエ団ですよ。懐かしいでしょ。そしたらやっぱりね、まあ、ニューイカオルさんとかね、出てますけど、やっぱり忘れちゃいけないのは金井勝子さんですよ、ね、他人の関係ね、それをね、やらないとね、気が済まないっていうね。それじゃあ私と一緒にやりたい方、他人の関係を、誰かいません？もうややこさんしかいないですね。やらない、そんな勇気がない。勇気必要ですよ。私ももう怖いもんなしですからね、いろんなことやってきましたから。
歌うときにはいつでも他人の二人、ゆうべはゆうべ、そして今夜は今夜、見つめる指で。ちょっとこの先の歌詞まずいですね。ろ過公園で歌って、見事な替え歌、そうよお互いの、ちょっと替え歌が出ない。またも燃えるの、いや、金井勝子もこんな風に歌ってるんですよ。お子さん大丈夫ですかね、今晩夢見れない。ね、ということでね、金井勝子さん、他人の関係でした。どうもありがとうございました。さあね、まあ僕は時間がゆる、あまり許されてないんで、あの1曲目は宝塚、ね、2曲目は西野バレエ団、そしたらもう3曲目は何かってね、これしかないでしょ。3曲目は中森明菜、全然ね、脈絡がないんですけどね。話は変わりますけどね、この間ある寄席にね、うちの女社長と一緒に出たんですよ。で、私ね、冒頭の挨拶で、皆さんこんにちは、あのサンリオコメディアンのジュリー様田ですって言ったんですね。そしたらね、横でね、うちの女社長の腹話術師の曖昧っていうのがね、すごい怒った顔してるわけでね、やっぱり終わったらね、ちょっと来なさいって言われたんですよ。やっぱりね、サンリオコメディアンって自己紹介はお客さんに失礼ですよね。最初からあなたたちサンリオを見なさいっていうことでね、でそれを怒られると思って、まあ控室呼ばれてね、うちの女社長に、ジュリーあんたね、自分の自己紹介ね、サンリオコメディアンですって言ったでしょ。はい、言いました、すいません。あんたね、世の中にたくさんいるね、サンリオコメディアンに失礼じゃない。サンリオコメディアンってあと2段階頑張れば一流になれる。じゃあ私は4流ですか。いや、あんた無限流だって言われて、たった 2,3 名に大いに受けてありがとうございます。誰も私分かってくれない、こんなにろ過公園に尽くしているのに。ろ過公園第一日よ、みんなさんジュリー様だ、目指しておいでになってるかしら。そんなことないんだと分かっているけれど、心の中じゃ期待してる。半分だけじゃない、全力投球。半分だけじゃない、 100% よ。それでもまだ私下手というの、いい加減にして。もう私分かってくれない、いつもろ過公園愛しているのに。今の私全力投球、ジュリー様だ。それでもまだ私下手というの、いい加減にして。どうもありがとうございました。司会のお姉さん、どうでした今の歌、あの良かったでしょ。いい加減にして。うまく落ちたところでありがとうございました。ジュリコ様
さんでした。大きな拍手でどうぞお願いします。名物ですからね、ジュイコ様田さんが見たくていらっしゃってる方々が多分 0.5 人ぐらいいるんじゃないかと思うんですけれどもね。そのお子さんたち大丈夫、心配ですけど夢に出ないように、ね、夜中夜泣きするかもしれませんけどもね。はい、では次の